桜坂46の田村穂野が21日発売の雑誌、ボーチェ11月号より同志のレギュラーモデルに就任することが発表された。田村穂野、ボーチェ、レギュラーモデル就任。今回、金手よりオファーし続けたという同志編集部の意向が叶い、田村がレギュラーモデルに就任。撮影初0はやや緊張しながらも、カメラの前での表現力はさすがの彦と。 シャッターオンと共に、可愛くてかっこいい、が次々と気に出されたというが、特にポージングが圧巻。桜坂46のパフォーマンスで鍛えられた体幹の強さを披露した。 また、田村は現場に入れる前は必ずその仕事のシミュレーションをして、何を求められているか考えて臨むのだそう。幼い頃から宿母や母の影響で出す気だった美容の世界に携わることができてとても嬉しい、と思いを伝えた田村は、同志の専属モデルを務めるにあたり、夢のような気持ちです。 これから読者の皆様の美容のお手伝いができるよう、私自身も自分を磨きなりちゃんしていけるよう頑張ります。と意気込みを語っている。田村穂のコメント、以前からボーチェが大好きで、雑誌はもちろん、ウェブも YouTube もチェックしか勉強していました。そんな憧れのボーチェのモデルになることができ夢のような気持ちです。 これから読者の皆様の美容のお手伝いができるよう、私自身も自分を磨きなりちゃんしていけるよう頑張ります。遠藤智子傍チェ編集ちゃんコメント。女製造を演じ分ける表現力。異なるメイクの特徴を的確に捉える知性。媚びがないのに感査のあるビジュアル。これは必ず読者に仕持たされる。と感じ、お声がけしました。 綺麗になることの面白さをたくさん体験して発信していただきたいと思います。